I know. Es esto? No, 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 por favor. No, God, please, no. No. 通勤通学中の皆様、おはようございます。プクタの世界人ニュースの時間です。さあ、本日はですね、ディズニー実写版白雪姫の話題です。先日ですね、ついに公式からですね、正式な画像ですね、1枚なんですが、これが公開になりました。そしてこれについてはですね、緊急増刊号ということで駆け足でね、動画を出しているんですが、今回はね、改めてじっくりと各社様々なメディアがこれに反応しておりますので、そちらをね、見ていきたいと思います。以前の動画もね、まだ見てないよという方いらっしゃいましたら、ぜひご覧になってください。この番組は海外のホットな G ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらですね、見えておりますが、ディズニーがですね、ついに正式な、ヨシヒコではない正式な画像をついに発表しました。1枚だけね。で、これについてはですね、緊急増刊号ということで、駆け足にはなりますが、ざっとね、概要を見ています。まだそちらの動画見てないよという方は、ぜひね、そちらからご覧になってみてください。そしてこの番組ではですね、プクタがこうやってね、サムネイルを出してご案内するときは、あのね、YouTube の右側にカードっていうのが入るんですね。これがその動画へのリンクになっています。白い帯みたいなやつですね。そちらからね、簡単に飛べるようになっておりますので、よかったらね、使ってみてください。で、そのね、動画を見ているその瞬間じゃなくても、そこに出ているリンクというのは概要欄に収納されていますので、この動画を見終わった後からでもね、そこから飛べますので、よかったらね、使ってみてください。まずこちらがハリウッドリポーターの記事で、まあ、どちらかというとディズニーの言い分を載せているというような感じですね。ディズニー、白雪姫とエリオを1年延長し、ジョナサン・メジャーズのマガジンドリームをカレンダーから削除。ボブ・アイガーをはじめとするハリウッドの CEO は今週初め、サグ・アフトラに対し、2024年の劇場公開スケジュールを回収する期限が迫っていることを伝えた。俳優たちのストライキが続く中、これまだやってますからね。各スタジオが2024年の劇場公開カレンダー再編成に躍起になっている中、ドミノ倒しが本格化する。ディズニーは金曜日、レイチェル・ゼグラ主演の実写映画、白雪姫の公開を2024年3月22日から2025年3月21日に1年間延期することを発表した。ということで今回ですね、初めてこのディズニー実写版白雪姫の正式な画像というのを1枚公開したんですが、それと同時にですね、公開日を丸々1年延期することを発表したんですね。これが2024年3月22日からさらに翌2025年3月21日、つまり本当にちょうど1年延期したということになります。そしてこちらデイリーカラーですね。ディズニー映画白雪姫の新プロモ。スタジオが公開を延期したため、様々な反応が見られる。賛否のある実写版白雪姫リメイクのディズニー最新宣伝ポスターが金曜日にソーシャルメディアを騒然とさせた。新しい画像とともに、スタジオは映画の公開延期を発表した。多くのユーザーがこの延期は、ウォルト・ディズニー・カンパニーと主演のレイチェル・ゼグラーが主張するように、映画に進歩的な要素を取り入れることをめぐる懸念と反発に関連しているのではないかと、FOX ニュースは報じた。ディズニーが公開した新しい画像には、白雪姫役のゼグラーが描かれているが、1937年のオリジナルアニメの登場人物に酷似した7人の CGI の小人に囲まれている。この画像は、ステレオタイプを強化することを避けるために、小人たちを7人のマジカルクリーチャーに置き換えるというディズニーの以前の声明と矛盾しているように見えたため、疑問が生じたと同アウトレットは付け加えた。このアウトレットというのは FOX のことですね。で、今読んだですね、こちらがですね、プクタね、ネットのみをスイスイちょっと泳いできたんですが、おおよその見方ですね。で、現状ですね、ストライキの影響で延期せざるを得ませんでしたというのはですね、もう本当に誰も信じていなくって、このバックラッシュを受けて、何らかのポストプロダクションをやっているんでしょう。そう見ている人がほとんどな印象ですね。というのもですね、やはりあの画像ですよね。デイリーメール社からリークされたこの画像なんですよ。デイリーメール紙は金曜日にディズニーがこの伝説的な物語の実写版を制作していることを覗き見し、ディズニーがより政治的に正しくなるためにマジカルクリーチャーに差し替えたことを非難する記事を掲載した。ディズニーはすぐにこの画像はフェイクであると憤慨したコメントを出したが、写真は本物であるが公式ではないと示す声明を発表した。ディズニーは当初、この写真はフェイクであり、私たちのプロダクションのものではありませんとコメントし、広報担当者はデイリーメールに訂正記事を出させようとしていますと語った。当初はね、こんな感じで、この写真は偽物だとディズニーは言っていたんですが、結局のところ本物だったというわけなんですね。ディズニーは最終的にハリウッドリポーターの声明で、オリジナルアニメーション映画のステレオタイプを強化することを避けるため、小人ショーコミュニティのメンバーと相談した結果、7人の小人を画像のように描くことを選択したことを認めた。この画像です。で、別の写真ではですね、ここに、この先頭に、王子に相当するであろう人物が立っている写真というのもあるんですが、ここ、1,2,3,4,5,6,7 と、この7人が小人に相当する役なんだろうと言われていたわけです。そして、この役者たちはね、本物の役者ではなくって、スタンドインだと言われていたんですね。代役ですよ。そしてその後、この7人はね、山賊になるんじゃないかと言われていたわけですね。
で、これに関してはですね、まあ、プクタいろんなね、ソースを見たんですが、で、かなりですね、普段から正確な情報を発信している人がこれを言っているんですね。で、さらにはですね、中の人も言ってたよという話が、まあ、実際に出ていまして、あながちね、完全なガセネタだというような感じでもないんですね。そして、これがね、スタンドインだとしますと、この身長を見てもらえればわかります。並んだ時のね、イメージを把握したいにしては、あまりにもね、身長差がありすぎるんですよね、この7人に。当然ながら、目線も違いすぎますから、中でモーションを担当してるなんてこともないわけですよ。ということでね、この2点なんですよね。そもそも、小人へのアプローチを変えるために、小人症のコミュニティと話をしていると言っていたのであれば、小人を CG に置き換えて終わりなんてことはないんじゃないの？じゃあ、この人たちは何だったの？この2点がありまして、こちらでね、先ほど見ました通り、ストライキが原因で延期するというのをですね、まあ誰も信じていないというような状況なんですね。When I lived in LA, I was a stand-in for a couple celebrities and a couple things. When you are the stand-in for an actress or an actor, you're supposed to be the same height, the same size, and the same skin color as them. So this was most likely Rachel's stand-in. But when the photos were released, it got a lot of hate because there's like literally one dwarf and everyone else is totally normal size. Now we see these kind of like CGI or AI type of dwarf. So because, like I said before, stand-ins were supposed to be the same height, skin color, size as the actors, it seems like they probably made a lot of changes because now they're all dwarves again, but they're not, I don't think they're real people. Anyways, people are still extremely upset at her dress, saying the costume looks like it's from Party City, but people still think it's a terrible photo to have as a first release. And ただね、ディズニーを最大限擁護させていただくと、こちらの記事ですね、小人症のコミュニティのメンバーと相談しているという話がありましたが、これがね、このハリウッドリポーターの独占記事なんですね。これがね、本当に大元のソースですね。オリジナルのアニメーション映画から固定観念を強化することを避けるために、我々はこれらの7人のキャラクターで異なるアプローチをとっており、小人症のコミュニティのメンバーと協議してきました。ディズニーの広報担当者は、ザ・ハリウッドレポーターに寄せた声明の中で、長い開発期間を経て、映画が制作に入るにつれ、より多くのことを共有できることを楽しみにしています。と述べている。ということで、こちらではですね、異なるアプローチを取るとしか言ってないんですよ。ですので、先ほどのデイリーカラーの記事では、異なるアプローチというのがこれで、今回さらにね、これを CG に置き換えたんでしょ、というようなことを言っているんですが、ディズニーは決して見た目の話をしていないので、これは完全にテストの画像で没になりましたと。そして、この CGI の7人の小人で、異なるアプローチを取っています。それはね、いろんな性格設定とかで、これまでと違うアプローチを取っているんですよと。まあそういうことも言えるわけですね。なんですが、現状ではですね、あくまでも一般の視聴者というのは、ディズニーの言い分を全く信じていないというような状況なんですね。ということでね、メディアもね、ほとんどがそのように見ているわけですね。ディズニー、反発に屈し、実写版白雪姫の小人たちを CGI ドワーフに変更。この批判は、新しい役柄や映画を作る代わりに、人種や性別を入れ替えて表現するという現在の傾向に沿ったものだ。白雪姫は、その肌が雪のように白いことからそう名付けられたのだから、それは正論である。また、人種や性別の入れ替えは、マイノリティや女性がすでに確立されていない役柄では成功できないと言っているようなもので、それは怠慢であるという主張もある。この議論は10年以上続いているが、すぐに終わりそうにはない。なぜ本物の小人を雇わないのか。小人たちの排斥、変更に話を戻すと、これはピアーズ・モーガンが取り上げた話題である。小人俳優であり、プロレスラーでもあるディアン・ポスルが、ディズニーがもともと彼のコミュニティから役を奪っていたことについて語った。So it's not a progression at all to me.My issue with it is exactly what you said. There are actors, dwarf actors, that live, that dream to be in a major motion picture such as this Disney remake. Now it's taken away, and it's taken away because of quote unquote progression and all that. And that's, it's not right because these are roles made for actors of my stature. I can't go out for the Harrison Ford or the George Clooney roles.Because that's not for me. These dwarf roles are for people of my stature. Right. And now it's taken away.今回ですね、デイリーメールの写真が出て以来、小人症の俳優の役割を奪ったとして、まあ、様々なメディアでね、大論争となりました。小人症のコミュニティと協議したっていう話は何だったんだって話ですが、ディズニーは表現力を求めているにもかかわらず、小人俳優を起用する代わりに CGI を使うことを決めたと報じられたのは不思議だ。たとえ小人たちをオリジナルのアニメに近づけたいとしても、本物の小人たちでもできたはずだと。Somebody lied to her several times and told her that she was fly, hot, and sexy and beautiful, and she's nothing like that. She's nothing of the sort.そしてこちら、ザ・サンの記事ですね。ホラー映画、ディズニーファン、白雪姫のリメイクのファーストルックに恐怖。レイチェル・ゼグラー、解雇の要求の後、これが AI に見えると、クレンジ。ということでこちらですね、クレンジとあります。こちらが本日のキーワードになります。こちら、クレンジです。クレンジ。
怯えて誰かや何かから離れることということでね、こちらのクリンジというのは日本語で言う引くという意味です。ドン引きってやつですね。相手の行動に対して自分もね、こう恥ずかしさを感じる、なんかこう痛いとかね、見てられないとか、そういうことですね。ということでこちらはホラー映画、ディズニーファン白雪姫リメイクのファーストルックに恐怖、レイチェル・ゼグラー解任要求の後、それが AI に見えるとドン引き。この画像の中でウエストサイドストーリーの女優は7人の小人に囲まれ、小さなコテージで椅子に座っています。ドク、スリーピー、ドーピー、グランピー、バッシュフォー、ハッピー、スニージーの7人だ。しかし多くのディズニーファンはあまり喜んでいません。私たちは見ません。以前はツイッターとして知られていた X に投稿されたツイートのコメント欄でファンたちはそれぞれの感想を述べた。これはホラー映画のようだ。これは彼らが手を出すべきではない古典の一つだった。これはとても不気味に見える。ごめんなさい。AI が作ったようだ。Weird.多くのファンはレイチェルがオリジナル映画について発言した後、この映画から解雇されることを望んでいた。ディズニーファンは彼女のコメントに不満だった。ある評価はこう言った。彼女を解雇すればそれで終わりだ。ディズニーはレイチェル・ゼグラーの代わりに CGI を使うべきだと別の人が述べた。これはね、以前の動画のコメントでもめちゃくちゃ同じこと言ってる人いましたね。もう7人 CGI ならレイチェル・ゼグラーも CGI にしろよとね、言ってる人本当多かったですね。そしてね、この話はね、先ほどもありました。こちらですね。これですよ。もうこれに尽きるんですよ。私たちは見ませんと。これはね、本当に言ってる人多くって、もうすでにですね、レイチェル・ゼグラーさんの素性を知ってる人は、見ないって決めてるんですよね。この先どんな画像が出てこようが、どんな情報が来ようが、もう見ないって決めているので、まあ、関係ないよと。以前もね、フラッシュの回でね、見ました。フラッシュというのは作品はね、非常に評価されていました。なんですが、完全にフロップだったでしょ？まあ、日本ではね、知名度の問題もあるんじゃないかなんて言われていましたが、海外ではね、ああいった役者というのを、サポートするべきではないという考え方がありますので、そういう人に対してお金を使うべきではないと考えるんですよね。ですのでレイチェル・ゼグラーさんがね、まあ、主演で出てる以上はサポートはしませんと決めている人は多いんじゃないかなと思います。はい、ということで本日はですね、こちらのディズニー実写版白雪姫、改めて各メディアの反応を見てまいりました。さあ皆さん、こちらどう思いますか？プクターはね、これ公開され次第見に行く予定なんですが、あれからね、ディズニーの言い分というのを踏まえた上で最大限ね、いろんな考えを巡らせたんですよ。もしこの小人というのがもともとこうなる予定でしたとなった場合は、この写真がもうね、完全に説明つかないというのはもう間違いないと思います。ですので、この写真、これがね、おそらく王子に相当する人なんじゃないかと言われておりますが、これね、小人じゃないっていう可能性はありますよね。本当にガチの山賊。だから、小人たちはこれで、これはたまたま7人だっただけの山賊だという可能性ってありますよね。ないか。どうですか？ありませんか？じゃあ、もう一個の説。もう一個の説ね。この7人は小人でした。なんだけど、今回の実写版白雪姫というのは、マルチバースで、この世界とこの世界があるっていう、パンダーバースだ。